もうちょっとメイクを終わってるんですけど、あとちょっとね、終わってないので、マジ朝の時間はちょっと有意義にしたいので、メイクをしながらね、ベースはほとんどベース終わってるんで、あとはまつげとかをやってないだけですね。もう私メイク配信とかマジで久しぶりすぎるわ。基本ね、いつもメイクしてからとかじゃないと配信しないんで、超珍しいかもしれないです。まつげ上げるとこんなに目の大きさ変わるんですね。怖っ。最近マジでまつげが生えてなくて、特に右目が本当にまつげが短すぎて抜けすぎてて、マジで大変。左目はね、まだね、まだマシなんですけど、右目は本当にほとんど生えてないっていうか、本当に生えてない。毎日毎日まつげ美容液をやっているのに、しかもダブル使い、超栄養を上げているというのに全然伸びてくれない。伸びるとき結構伸びるんですけど、今回は全然伸びてくれなさすぎて、さ、何が不安かってさ、これ仕事あんのね、夜なんですよ。こんな朝にメイクしてさ、果たして夜まで持つのだろうか、このレッスンをするというのに。今からレッスンでさ、汗をかくんですよ。汗をかくのにこんなにメイクをしてるんですよね、その後なんで仕事が。さあ、果たして本当にこの持ってくれるんですかね、このメイクは。なんかもう仕事するときにはすごいよれてそうだけどすっごいよれてそうだけどね、面白いぐらいに。レッスン終わりにメイク直しちょっとできたらいいなと思うけど、いやマジで時間ないから、多分シンプルにさ、マジ移動しながらメイク直すとかしかしなさそうな予感。うわ、もうそれ嫌やって思うけど、そのような予感しかしません。あ、ちょっとメイク道具が遠い。だからまあ移動中にね、直せるでしょうっていうことで結構だいぶ持ってってますけど、結構だいぶ持ってってるのがね、ちょっともういっぱいいっぱいパンパンだ。なんかしようと思って忘れたわ。なんだっけ。え、全然7時ぐらいとかじゃないよ。朝はそんな早くないんですよ。朝ほんの早くないけど、私今日寝たのマジで朝なんでね。昨日マジで、でも本当に普段レッスンとかもうこの時間にはレッスンしてるからね、今日は遅いですね、レッスンが。いつももっと早いです。だから今日帰ってくるのめっちゃ遅いけど、明日もこの時間にはレッスンしてるから、明日がきついね、起きるの。どっちかっていうと夜帰ってくるの遅いのにさ、次の日朝早いからさ、
ということはさ、そんな寝れないじゃん。明日の方が眠いか。頭使った後にって感じで。明日の方が眠いかもね。そう、でも私昨日マジで今日寝たの、寝ついたの朝だけど、寝ついたのはなんか朝だけど、ね、ちゃんとベッドに入ったのは全然夜だから、ね、本当にさ寝れないんだよマジで。朝寝たからね今日。でも寝た、あ寝よった、あれってなったね。あ寝れそうだったのにってなりました。もうそっからまたあっさいあっさい眠りが始まっちゃって、もうショックでショックで、せっかく寝れそうだったのに。まだ今日のアイラインごっつ垂れ目やな。めっか、そうめっちゃ寝れそうだったのに結局寝れんのかいって言って、そうマジで浅いわ最近ほんと。寝た気がせん、寝た気がしないんで本当に。いつも遅くに起きないと眠くて、めっちゃ寝返り打ってる。何回寝返り打ったかとか覚えてないぐらい寝返りを。あマスカラ下地間違えた、これじゃない方が良かった今日。ああいいか、今日一日長いからこれじゃない方が良かった。これでもいいんだけど、これは普通に単発的な仕事の時に使わせていただいてるんですけど、キープ力を一日持たせたい時はこれじゃないのを使った方が気持ちが良いんですよ。まあマスカラ下地はあれが一番いいっていうね、なんだっけ、エレガンスの、女性は大変だよ、ほんとこんなメイクしてさ、かわいそうに。学生の頃はメイクしちゃダメって言われて、社会人になったらメイクしないとダメってさ、難しいよね、このね。メイクそんなにしなくていい顔面なんだったら全然しなくていいんじゃない、ちょちょちょいって。私はもう本当にやっていけないんでね。なんか乾燥してるせいか、なんか乾燥してんね。やっぱり乾燥してるなって感じが。するわ。そして涙袋書いてないな私。でもこんな感じでいいか、ちょっとめっちゃ適当だな。いっか、どうせ直すし、どうせ直すし、どうせ崩れるから、形になっときゃ後で直せばいいからね。待ってもうパンパンなんだけど荷物、どうしよう、どうしようね、パンパンだ。あもう湿度でマジで前まつげ死にそう。どうしようかな。
パンパンなんだけど本当に。なんか今日さ暑いじゃんって言ったじゃん。だからさこれ着てさ薄手の羽織プラスさ絶対今日、まあ、朝さ寒いじゃんで夜さ寒いじゃん。だからさ夜用のアウターも持っていくんだけどさもうそのさアウター入れたらもうパンなんだけど、パツパツ入んないの。どうしよう。他にこれからいろいろとアイロンも持っていかないといけないし、メイク道具も入れないといけないし、ポーチも入れないといけない。ポーチもいっぱい入れないといけない。マジで、あ、いい感じのとこにイメージ入ったぜ。トゥルトゥルルー。もうない。もう荷物多いと大変なんですよ。全部自分でもったいないといけないから、荷物が多くなると移動するときとかこれプラスアウターを持たないといけないから荷物いっぱいで移動がしんどくなって、でも、あー、お腹すいた。でも、何かを省くのはちょっと無理。なので、ちっちゃいカバンと荷物入れるカバンと持って行ってます。よし、ギャンギャンにあげたら。そうなの。なんか別にそこまで直しいらないぐらいだったらいいんだけど、今日長いから絶対メイク直ししないとめっちゃメイク崩れてる。しかもレッスン終わりじゃなければ別にね、そんなにいらないかなとか思うんだけど、レッスン終わりってさ絶対さよれちゃうしさね、絶対よれてそうじゃない。ちょっと、いやもう使うか分かんないけど、使うか分かんないし直せる時間あるか分かんないけど、とりあえずあの持っていっといてね。あ、これ直したかったなとかさ、あ、これあったらよかったなとか、ちょっと嫌なんだよね。意外にねそういうとこね、なんかしっかりとしたくなっちゃうんだ。あ、最悪マスカラついた。しかも今さまつげさパーマ当ててないからさ、これめっちゃ取りやすいだよね。そしてもうびっくりするぐらいまつげがもう四方八方に向いてる。濃くすればちょうどよくなるの。どういうこと？ならないの。どういうこと？濃くしたら濃くしたで崩れたの直すのめんどくさいから、でもまつげとかはもう直さないからバキバキでいきます。あー、もうつきまくってる。マジで、え、マジでかわいそうなぐらいまつげ短い。かわいそうに
こんなまつげ短いなんて本当久しぶりすぎて。マジでまつげないな。ほんとかわいそうなんだけど。あ、なんでこんな生えてないんだろう今の私のまつげ。謎だ。謎すぎる。生えて謎すぎる。かわいそう。あ、でもできた。いいんじゃない。完成。もうあれ、マスカラすると一気にバサバサだね。オッケー。オッケーオッケー。15分経ったかな。どう。まだか。あ、15分経ったよ。だってよし、終了にしよう。もう終了にして、私もちょっと普通にも関係なしにさっさと終わらせないと。やばいやばいやばい。じゃあランキング読んじゃいます。13位はよきりカレーうどんさん、12位モンゴリアンプッチョさん、11位アーさん、10位シュガーさん、9位コジーさん、8位ハルタロウさん、7位ニューネームさん、6位アサヒさん、5位ナッティさん、4位サムスさん、3位ザック1973さん、2位キミナミさん、そして今日の第1位オカヤンさんです。というわけで今日は超久しぶりにメイクしながらの配信でありがとうございました。また明日の、今日はもうできたんで、今日はねもう帰ってくるの遅いので、今日も一日頑張りたいと思います。また明日の配信でお会いしましょう。というわけで、すごい口に色ないから血色感ないですけどありがとうございました。それじゃあまた明日、バイバーイ。